柄がワイヤー巻きでなく SS ルーン文字が塚頭にある貸し館用の SS 長剣。石突きが映っているが貸し館用には石突きはつかない。新衛隊全国指導者名誉長剣は新衛隊全国指導者ハインリヒヒムラーが部下の新衛隊員たちに貸ししていた件。新衛隊全国指導者ハインリヒヒムラーは日頃から SS 隊員に 士道精神を奨励していた。その象徴の一つが条件であった。1933年以降、SS の将校と歌手官は、陸軍と同型のライオンヘッドの塚頭のサーベルを、自費で購入して対等することを許可された。一連の規定がなかったため様々なタイプが作られたが、陸軍のサーベルとの違いとして、柄に SS ルーン文字が入っていたり、等身に、 SS のモットーが刻印されているものが多かったことが挙げられる。またヒムラーは金ではなく銀仕上げにすることを希望していた。しかしヒムラーは不統一な状況に不満を抱き、グラフィックデザイナーの新衛隊上級大佐、カール・ディー・ビッチュ博士に SS 専用の長剣のデザインを指示し、1935年11月に新衛隊と警察官用の長剣が登場した。 将校用は名誉条件としての制定であり、バート・テルツとブラウン・シュバイクの新英大使館学校、卒業時に自動的に与えられ、士官学校卒業ではない新英大将校には、ヒムラーの裁量で与えられた。士官候補生用や、貸し官用も1936年に登場した。貸し官は、自分の所属する地区の部隊を通じて、簡単にこの券を購入できた。 SS 用長剣が登場するとサーベルは次第に使われなくなった。左下が商工用の名誉長剣の柄。新衛隊名誉長剣は陸軍型サーベルと比べるとかなりシンプルな形をしており、ワイヤー巻きの黒い柄の中央に SS ルーン文字の紋章が入り、銀の森剣や塚頭のキャップが付き、柄の円は白用デザインだった。黒い鞘の口金物は 国王神話にちなむ、某端の結び目と呼ばれるデザインになっており、鞘の一番下は、アールデコ様式の石突きがついていた。森剣の唾の部分に取り付けられる刀初は、銀のアルミニウム製素材で作られていた。商工用の名誉朝剣の授与は、日村自身によって行われ、授与者に対して、新衛隊名誉朝剣を、塾、理由なく、剣を抜くことなかれ。 名誉なく、剣を収めむることなかれと述べる授与式が行われていた。昇降用の長剣の授与は、空旗と共に行われる。昇降用の長剣の写真は、ここや、ここで見られる。士官候補生用の長剣の基本形状は、将校の名誉長剣と同じだが、柄の中央に SS ルーン文字が入っておらず、代わりに、塚頭のキャップの中央に s S ルーン文字が浮き出した、円形のくぼみがあった。 当初は銀と黒のものが使われた。可視官用の長剣は柄がワイヤー巻きではなく、無地の銀の塚頭には中心に黒染めした円形のくぼみがあり、そこに銀の SS ルーン文字が浮き上がっていた。鞘の先に石突きがないのも特徴だった。新衛隊交換や党幹部の誕生日にヒムラーが個人的に贈る誕生日長剣もあった。これは、 ドイツの剣作りの名称だったパウル・ミュラーが製造したものである。純度認証済みの銀の装飾品に最上級ダマスカスコーの刃に金メッキでヒムラーの剣樹が刻まれていた。例えば1939年にヒムラーがヨアヒム・ホン・ディッペントロップに送った誕生日朝剣には、刀身には2つのハーケンクロイツに囲まれて、 親愛なる友もアヒムフォンディッペントロップへ1939年4月30日、新英隊全国指導者 H ヒムラーという文字が刻まれている。ヒトラーに送られたものもあり、それには良い時も悪い時も我らの信念は揺るがないという名国がある。開戦後の1939年12月18日付の命令で戦争が終わるまで条件の廃用は禁じられたが、 1940年3月28日の命令で修正され、野戦勤務や訓練勤務以外であれば、朝券を廃用して良いことになった。1941年に名誉朝券は製造が中止され、これ以降に授与資格を与えられたものは陸軍型の朝券を着用した。一方誕生日朝券は1944年まで製造された。 1937年の段階で、新英体象候団は1万人を超えていたが、そのうち、名誉長兼の受与者数は1500人以下だった。1944年時においては、新英体大差は58%、新英体上級大差は83%、新英体少々は90%、新英体中将は91%、新英体大小は99%、 新衛隊上級大将は100%が名誉条件を授与されている。ABC、アルリック・オブ・イングランド2013、P299、ABCD ・ラムスデン1997、P83、AB、アルリック・オブ・イングランド2013、P300、アルリック・オブ・イングランド2013、P314 から315、アルリック・オブ・イングランド2013、 P300 から305、ABC ラムスデン1997、P85、ABCD 山下 A 一郎2010、P312、アルリック・オブ・イングランド2013、P314、AB、アルリック・オブ・イングランド2013、P315。ありがとうございます。